こんばんは、メガトンです。グリーンヘルだよね。俺毎回ヒルって言ってるわ。多分ね、ヒルに一座れまくってね、なんかヘルっていう単語がね、頭の中からなくなってるよね。で、いい時間だね。7時いい時間。朝だよね、これ夕方じゃないよね。探索だろうね。肉はまだ全然できてねえか。とりあえず手持ちの食料が今あるんだったらいいんだけど、まあ持つよね、一日。燻製、まあ持つので行こうぜ、探索に。で、水も持って、はい、汲んで、あ、汲めた？出す方だね、これね。これのアイコンがね、あ、出したね、俺ね、これね、ゼロになった。汲んで、汲んで出す方だね、これ。上の方溜まってっかな。このでやってるとどんどん時間がなくなってしまう。夕方5時ぐらいにはもう真っ暗になっちゃうからね、早めに行かねえとまずいのだ。この波マークがあるのが組むってことかな。はい、よし。で、武器やらなんやら持ってる？足りるかな。まあ、棒拾いつつ、斧ある、槍ある。よし、じゃあどっち行こう。あっちの方行ってないんだよね。やべ、雷だ。雨降ってきた。前車の跡を見つけたので、置いてっか。そう、包帯が、あ、まああるか。雨の中で包帯を作る。大丈夫かな、こんな状態で。ハーブ、食中毒回復できる。未知のハーブ、これなんだっけ。まあいいや、とりあえず行こう。セーブしてあるからな。まあまあまあ、食べる、まあ、これぐらい食えば多分大丈夫だ。あー、腐ってる。収集、これは幼虫だっけ。幼虫だ。幼虫が宙に浮いてる。そいつは幼虫だ。置けないね。まあいいか、行くぞ。そう、だから車の跡を見かけたところをですね、斧か、斧だな。あの辺をたどっていくとなんかあるんじゃねえかっていう感じがするので、そっち方面進みつつ、どこ行ったんだっけ俺。確か川沿いに行ったんだよな。川沿いに行って途中から中に入っていって、で、あとバック倒したんだ。なんかダックスウンドじゃないこれ。このか、ここからダックスウンドだねこれ。よし、行くぞ。で、車の跡を追ってってバクを見つけて、バク倒して、あれすごかったね、タンパク質がね。あとはまあ夜何時頃だろうね、もうあのやばいと思ったら即あの葉っぱを切って寝床作んないと。なんかね、やっぱね、あの気絶して倒れたりすると虫に寄生されたから、おそらくベッドじゃないと規制されるんだろうね。あと、そうか、あの前回はヒョウっぽいのがいたから俺逃げたんだよな。ヒョウいるかな今回。食べる。はい、風の音これ。なんかほら、獲物がさ、草木の陰から出てくるときにガサガサみたいな。そうすると完全に俺側が獲物なんだよね。やめてほしいな。ジャガーみたいなのが前いたからね。通った覚えあるね、ここね。なんか人工臭を感じるっつって。で、もうちょっといたところでバークを見つけたんじゃなかったか。で、この辺から中入っていって、おっと、
なんだお前、これイノシシかな。はい、狙いを定めてドン。はい、これ何、これイノシシっぽいんだけども、ぽいんですけども取れないっぽい。天然の檻こいつらは。せいせいせい、硬いなおい。せい、あ、さばけないねこれ。あ、ダメだわ、さすがに甘くなかったね。ヘビおるやん。っていうところでね、あの時間を無駄にしないでね、アルマジロさっさと行くべきなんじゃないかと思う。どうしよう、川沿いどんどん行ってみるか。でとりあえずヤシの実があればベッド作れっから、夕方でやべえなと思ったら即ヤシの葉っぱを狩る。水そこそこ減るね。減りやすさとかやっぱあの走り回ると減ったりするのがね。てか走るとね、ガラガラヘビにねかじられるんで、やっぱ下手に走らない方がいいね。うん、前回と違うルート。ん？俺が捨てたやつじゃないこれ。俺ここ通ったね多分ね。そうだね。じゃあこっちがおそらく車の跡地に、跡地、車のタイヤ跡に出るんじゃねえか。ちょっと重いね。取ってこ、包帯。雨？なんか確かに雨の音変わった気がすんな。よし、取った？取ったね。これが金梅笹、作っちゃおう。でかいよね。どうせこのまま使うことないんだから。あ、繊維になるんだっけ、火起こし用に。収集で繊維になるのか。まあ1個だけ取っとこうか。まあインベントリがやばくなったら。さあで、鳴き声、これがタイヤ跡、行ってみっか。切れてんだよな、ここでタイヤ跡。なんか実が落ちてんな。ナッツナッツ、油分ですね。まだいけんな、タイヤ跡。さあこの先に遠目から黒いやつが見えて、俺は引き返したんだよ前回。怖いね。何がある、何があるっていうか何がいる、行っていいのか。ってか車の跡が、車の跡はどこだ。やばくない今の。うわ、あとあとあと、タイヤの跡どっちだ。方向感覚がねもう分かんないんですよ。向こうかな。方位地震をちゃんと見ようぜっていう
ウエスト、西に向かっている。ほうほう言ってる。フクロウ？やべやべ、行くしかねえか。深呼吸して。なんか初期値に戻ってきた感がすごい。うん、初期値感がすごい。びっくりした。ヤシの葉か。ヤシの葉も勝手に落ちるんだね。石。竹出てきたね。どこ、これもう俺帰れないかもしんない。フクロウ？アマゾンにフクロウっているのかね。なんかない？人工物とか。アメリカに雪がある。切ってく？いつの間に俺羽拾った？おいや、スタミナやばいかな。ちょっと減ってきたね。取った？取ったね。これを煎じると解熱になると。そのままかじっちゃダメなのかな。身がある。羽。死体があるね。まあいいか。あれ？車。あ、じゃあね、そう見えただけだ。車の跡地からちょっと、跡地じゃねえよ。タイヤ跡が少し離れてきちゃったよ。アルマジロ。飲んどっか。何今の声。あいつは？まあいいか。戻れば肉いっぱいあるしね。戻れないかもしれないが。なんもねえな。人工的なものとかハーブあんね。まあいいか。少し広場。つか雨が止まねえし。あら、不衛生です。いるのか、やつらか、これ。あの声は。うん、何時よ今。いや、もう2時だよ。何も見つけられていない。まずいです。何の成果も得られておりません。石。うわー、どうしよう。雨止まねえから火作れねえし。まあ、食い物はまあなんとかあるのだけど、これほんと人気ないね。綺麗っちゃ綺麗、幻想的ではあるんだけど、なんか世界の端まで来ちゃった感がする。岩山に。あれ、ようやくそれっぽい感じ。何があるんだこれ。また黒曜石あんのか。
これが。ここサソリだね。ほら、あれ。おいや、あれ。はい、あれ。こいつでしょ、サソリ。サソリとあのクモ同じ音かよ。超焦ったわ。何すんだこれ。サソリえぐいわ。黒曜石持ってても仕方ねえ気がすんな。拠点にいいのかこれ。でもサソリ出るんだろう。結構深いというか、サソリだ、動いてる。あ、寝れる。寝たら刺されるよこれ。ネズミの音するな。水が取れるんだったらオレンジジュース、痛み止めとかあるよ、チップス。へえ、まあ、第二拠点でももうわかんない、帰れねえやここどうすんだっていう。サソリとりあえず火焚く、浄水器作ったりとかさ、あと罠作ったりもまあできるっちゃできる。別の出口かこれ。あ、蛇だ、危ないからな。とりあえず倒しておこう。オウム。じゃあまあこれ寝なきゃしょうがない感じなんで、火焚く？罠作る？来るかねこんなところに。まず罠。なんか増えたかな。浄水器、竹、竹どっかに竹あったけどさ、竹のじゃない方も竹使うんかいっていう。竹の幹がないとやばい。あとなんだ。とりあえず罠、罠、罠。で火を焚きたいので、だ燻製器作っちゃった方がいいんだよね。要はどうせなら燻製器は竹の燻製器、竹、竹か、竹じゃない燻製器ねえのかな。どっかに見に行けばなんとかなる？ダメか、一回火作るか。じゃあ普通の火だね。どこがいいかな、中でいいのか。もう拠点こことかはまあ敵来なさそうだしね、いいっちゃいいね。よっしゃ。あ、ダメ。あ、ダメなんだ。あ、いいの？ダメなの？いいの？どっち？わかんねえ。ここはダメ。ここはいいんだ。よくわかんねえな。なんか近場がいいな。あったかくして寝たいよね。よし、じゃあちょっとなんでダメなんだろうな。はい、あれちょっと待って待って、なんか構えてる、めっちゃ構えてる。なんで構えたし、できた。サソリ水の用意ができないので、まあ外にココナッツ置いときゃいいか。
ココナッツ手に入んないしね、ここ。また、やっぱ最初のあの船着き場すげえ良かったね。ヒル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 、いた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 、はいはい、まだいるな、いた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 。さあ火を焚いて寝て、炭水化物と油、はい、食べる。食べる、よしよしよし、はい、あれ捌くか、焼くか。お疲れだね、ちょっともう。あ、いいよ、で、まあ一夜を明かしてまたここを拠点にして探索をしろってことだね。で、水がやべえんだな。収集して、食べなくてもいいんだよな。収集して果肉は取っとこう。で、このあれ濡れるとこどこ、この辺大丈夫、濡れるとこって変な言いましたけど、まあ、水をここに、ああ、まあ4つぐらいあった方がいいか。寝れるところもあるし、とりあえずなんとか今日は過ごせそうだ。あれ、これ生か、1個、生と、あ、ガラガラヘビって肉2個できんのか。これはスタックしないのね。もう早めに食いましょう。終わった、もう暗いね、ダメだね。よし、さあこれであとは寝るだけ。いや、明るいっていいな。さあ焼こうぜ。はいよ、オレンジジュース、チップス、痛み止め、はい、開く、取ると食べる、取ると食べる、取ると食べる、はい、なんとかして竹を見つければやれることが一気に増える。ちょっと鳥鳴きすぎじゃないこれ。寝るか、寝ましょう。何時だ今、7時、早いな。でももうね、外見えねえんだよこの時間になると。寝よう。体力が減るのが毎回わけがわからない。お疲れゲージマックス。ちょっと、ちょ、なんか構えてない俺、これ。あ、出てきた。何かしら起きるね。はい、で食べて、なんかすげえ泣いてるよ。どっちが持つ、調理済みのが持つね。燻製食べよう。燻製を食べちゃう。あの雨が、あ、なに、あ、燃えたのね。ちょっと待って、なんか、あ、暗い、ちょっと見えない。多分やけどした、もしかして。なんかついてる、全く見えねえ。あ、これなんだ、俺なんでこんなとこ傷。
なぜだ？やけどがあれ？やけど今の。ぽいね、気をつけよう。松明作ってみっか。暗いから。弓がさ、あんまり使わないね。弓いいか、置いとこうか。思ったより弓使わねえな。ああ、だったら石ののいらねえか。黒曜石が。だよね。四つ股の槍が優秀すぎて。作り方確か知ってるはずだけど。なんだっけ。四つ股。ああ、いいね。小さい棒2個と。安っ 安いのにすごい優秀。で、松明が、太い棒が、ねえな。棒あるかな。暗いな。さすがにいねえか、ここ。棒一個くれ、棒。落ちてるだろ。暗いのは嫌だ。あたたたたたた。これで？消えちゃう、消えちゃう。消えちゃうね。松明。棒とロープ。はい。脆い松明。これで？あ、こうか。おお、それで。ちょっと待ってね。火消えちゃう。やっぱ一回消えんのか。当たり前か。この状態で収集とかはできんのかな？何の鳴き声だこれ。攻撃とかできるね。まあ、無理する必要ないんだけど、発光植物があるね。オウム、棒。竹を探すと燻製器と浄水器が作れる。あ、でも水辺がねえからあんまり見ねえのか、浄水器って。消えた。発光植物がこの角度だと見える。下げると消える。ははっ。どういうことだ。寝る場所はあるから、とりあえずヤシの、今いたね。松明つけてたらもろバレなんじゃねえか感がする。うっ。陽気な歌声だな。消えた。ああやって消えんの？今食らったらなんだ？矢でも撃たれた？やっぱ食らえんのダメだな。6時。6時、消えちゃう、消えちゃう。いっか。さて、じゃあ、もう一回明るくなるまで寝て、置いてっか、いろいろ。しょうがないね。骨いいでしょ？黒曜石もいいや。ささ。
変えて、で今のところ俺が欲しいのはなんだ、水はもうどうにもならんし、ここどこ感がすごいよね。あーでセーブできねえのか。あー寝れるは寝れるけど、セーブはまた別なんだね。小型シェルター、これか。分かった、しょうがない。じゃあ明るくなってきた、急に明るくなってきた。ん、何時超えると、7時になると全体的に明るくなるんだね。分かった。じゃあ小型シェルターを、中外、中は無理かな。なかなかと、ちょっといろいろと問題が、ダメだ、よくわからん。これが邪魔だよな、これがな。小型シェルターの E 位置、 E 位置ここか。やっぱなんか土台とかでなんかできる、土台みたいなのなかったっけ。屋根、骨組み、骨組みなんだこれ、よくわかんねえな。やっぱ小屋ダメだな。だったら探索した先にやっぱ小屋作るべきか。もっと洞窟は洞窟でいいんだけど、水がやっぱ近くにないときついので、やっぱ洞窟捨てよう。もっといい場所があるはずだ。でっけえ鳥の巣あんね、でっけえね。ちっちゃくなったね。結局卵がね。水辺を、棒もういっぱい、そんなに拾った俺。水辺を見つけて早めに小屋建てないとセーブができない。よし、バク、あ、アケビだ。おほほ、アケビいっぱい、こっちか。さあそれいいわ、アケビ。そのまま食ったらやばそうだよね。逃げた。ハーブがあって、さっきやつらがいたっぽいけど、水辺がないね。なんだろうあれ。なんでもないの？あんなとこに生えてるとか。撃っちゃったよ、いや。石投げりゃいいのか。石、石、石。なんもねんかい。なんもなかったね。石。竹、竹見えてきたよ。燻製機これで作れそうで。水辺がある。
不衛生。不衛生は何するんだ？あっちの方が奴らの味と？水辺がいいな。懐いたな。昼か？毎回思うんだけどさ、半ズボンやだよ、やめようよ、本当に。なんだろう、これ。ココナッツも全然ないしさ、なかなか。ドラム缶。ドラム缶。言えよ。車のやっぱあと辿ってこう。これだな。どっち行きゃいい？方角とか俺見ても分かんないんだけどさ。あっちが北。南に行ってみる？あっち方面。知ってる場所に出る？これ。とりあえず川沿いには出れる、これで。あ、川じゃねえ。いやー、じゃあやっぱりタイヤ跡をたどってこう。それしかない。あれ、どれだ、これが。やつらがいるかもしれんが、ここからさ、撃ってさ、サイレントキルできない？矢がもうねえんだ。腐っちゃったしな。待て。作る？今。何語だろうね。違う。何としても倒す。安全に探索するためには奴らは邪魔だ。行くぞ。ヘッドショット。濡れ。やばい。戦闘に一回慣れた方がいいな、これな。ヘッドショット一発ってわけでもないみたいだし、ガードと避けと、ちょっと戦闘訓練しよう。ということで、一旦今回はここまで。それではまた。